まず閣議の概要について申し上げます。一般権4件、政令人事が決定をされました。大臣発言として私から令和6年秋の叙勲、外国人叙勲、褒章および令和6年度文化勲章について申し上げ、赤澤大臣から閣僚補会議および閣僚懇談会等の廃止に伴う措置についての一部改正について、外務大臣からレバノンにおける人道状況の悪化を受けた緊急無償資金協力について、石破内閣総理大臣から海外出張不在中の臨時代理について、それぞれご発言がありました。私から以上でございます。はい、能登での豪雨災害についてお伺いいたします。政府は今日の閣議で能登での豪雨を激甚災害に指定されたかと思います。この指定をすることで今後政府としてどのように被災地への支援を取り組むか考えをお伺いします。はい、本日の閣議におきまして、石川県に大きな被害をもたらした9月20日からの大雨による災害につきまして、地域を限定しない本劇として激甚災害に指定をいたしました。これにより公共土木施設や農地等の災害復旧事業に対する国の補助率がかさ上げされることとなりますが、自治体と連携をし震災からの復興復旧と合わせまして、大雨からの復旧をスピード感を持って進めてまいります。またこのほか石川県の要望も踏まえまして、被害認定調査に関して特例的に能登半島地震と大雨を一体的に取り扱う、そして災害廃棄物処理において能登半島地震と大雨を一体的に取り扱い、半壊以上の家屋等の解体を公費解体の対象とする、さらに中小企業の施設整備復旧にかかるなりわい補助金や農業用機械施設を復旧する農地利用効率化等支援交付金につきまして、地震に加え大雨で被害を受けた方についても適用する、そして雇用調整助成金の特例をさらに延長すると、そういった取り組みを進めているところでございます。さらに現在も輪島市、珠洲市の避難所には多くの方々が避難しておられますが、必要な物資の支援、温かい食事の提供、入浴支援など自治体と連携いたしまして被災者の生活環境を確保するための取り組みを進めてまいります。度重なる被災の前の活気ある能登を取り戻すため、引き続き被災者の声に寄り添いながら復旧と創造的復興に向けた取り組みを一層加速してまいる所存でございます。はい、読売新聞の山口です。ウクライナをめぐる北朝鮮の動向についてお伺いします。米国政府は先日、北朝鮮兵がロシアに移動しウクライナ軍との戦闘念頭に訓練を受けているとの分析を公表しました。日本政府として把握している状況と受け止め、日米あるいは日米韓でどのように対応していく方針かをお伺いします。また本件に関連し、韓国は韓国駐在のロシア大使に、ドイツはドイツ駐在の北朝鮮大使代理に対しそれぞれ抗議したとの報道があります。日本政府の対応状況、対応方針をお伺いします。はい、先般の米国政府および韓国政府による発表は承知をしております。日本政府といたしましても、北朝鮮による兵士のロシアへの派遣について、ロシアによるウクライナ侵略に加担する可能性を含め、深刻な懸念を持って注視をしております。そもそもロシアによるウクライナ侵略は国際秩序の根幹を揺るがす暴挙であります。本件を含め最近のロ朝軍事協力の進展の動きは、ウクライナ情勢のさらなる悪化を招くのみならず、我が国を取り巻く地域の安全保障に与える影響の観点からも深刻に憂慮すべきものであります。我が国としては引き続き関連情報の収集分析を行うとともに、関連する安保理決議の完全な履行やウクライナにおける一日も早い公正かつ永続的な平和の実現に向け、国際社会と緊密に連携して取り組んでまいります。はい、富士通信の木田です。本日、自衛官の処遇改善に向けた関係閣僚会議の初会合が開催されましたが、改めて会議の意義、また今後の進め方についてお話しください。
はい、本日自衛官の処遇勤務環境の改善及び新たな障害設計の確立に関する関係閣僚会議の第1回会議を開催をいたしました。会議におきまして石破総理から述べられた通り、我が国が戦後最も厳しく複雑な安全保障環境に直面している中、防衛力の最大の基盤である自衛官の処遇改善等が喫緊の課題となっているところ、石破総理を議長とする会議を開催したものでございます。会議におきましては、中谷防衛大臣から自衛官の処遇の改善、生活勤務環境の改善、新たな障害設計の確立などについて説明があり、閣僚との間で問題認識の共有が図られたところであります。石破総理から今後防衛大臣を中心に関係省庁が連携して取り組むべき方策の方向性と、令和7年度予算に計上すべき項目を年内に取りまとめるよう指示がありました。政府としては、自衛官が国防という崇高な任務に誇りと名誉を持って専念できるよう、この会議の議論を踏まえ万全の体制を構築してまいりたいと思います。今後石破総理のリーダーシップのもと、スピード感を持って議論が行われるものと考えますが、詳細については会議の書務を処理する防衛省にお問い合わせをいただければというふうに思います。はい、朝日新聞の森岡です。自民党は24日、裏金問題で非公認となった衆議院の候補が代表を務める党支部に支給した2000万円について、公認候補と同額だったことを文書で明らかにしました。石破首相は街頭演説で、非公認の候補に出しているのではない、選挙に使うことは全くないなどと訴えていますが、国民の理解は得られているとお考えでしょうか。はい、お尋ねについては、自民党の政治活動に関することであり、政府としてコメントすることは差し控えたいと思います。その上で石破総理は、自民党総裁として自民党の公約政策を国民の皆様に分かっていただくために政党支部に支給しているものであり、候補者に支給しているものではないと、そういう旨述べられているというふうに承知をしております。はい、北海道新聞の袖山です。ブリックスについてお伺いいたします。24日に閉幕したブリックスの首脳会議で、ロシアのプーチン大統領は新興国の発展を封じ込めようとしているなどと暗に西側諸国を批判したことに加え、ウクライナ侵略を正当化しました。こうした主張の受け止めと参加国の中でも温度差があるとされておりますが、ブリックスの拡大路線を政府としてどう見ているのか、お考えをお願いいたします。はい、第三国間の動きやその中でのロシア政府関係者の発言の一つ一つについて、日本政府としてコメントすることは差し控えたいと思います。その上で申し上げますと、ロシアによるウクライナ侵略などによりまして、国際秩序の根幹が揺らぎ、世界が歴史の転換点にある中で、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序の維持強化に取り組むことが、のことの重要性が一層高まっております。これは日本を含めすべての国にとっての平和と安定、繁栄の基盤であるというふうに認識をしております。我が国としては引き続き多様性と包摂性を重視するきめ細やかな外交を通じて、国際社会を分断や対立ではなく融和と協調に導く外交を推進してまいります。はい、朝日新聞の森岡です。非公認になった前職への2000万円の支給について話題に戻ります。この問題について、石破首相が記者会見やぶら下がりなどで直接的に説明する必要はないとお考えであるか、必要があるかどうか、お考えを教えてください。はい、先ほど申し上げた通りでございまして、政府としてコメントすることは差し控えたいと思います。はい、読売新聞の山口です。衆院議員選挙はあさって27日に投開票日を迎えます。総務省の発表で期日前投票の投票率は前回と比べて低迷しており、投票所入場券の発送遅れが影響しているという指摘や、投票所入場券なしでも投票ができることの周知が進んでないとの指摘もあります。こうした現状をどのように分析していますでしょうか。また投開票日は秋の行楽シーズンにあたり、国民の中には予定が立て込んでいる方も多いかと思います。改めてどのような思いで投票に臨んでいただきたいか、お考えをお伺いします。
はい、10月21日に公表いたしました今回の衆議院総選挙における選挙期日の7日前現在の期日前投票者数は前回令和3年の衆議院総選挙における同時期に比べて約 17.6% 減少平成29年の総選挙と比べて約 13.7% 増加している状況でございます投票率はさまざまな事情が総合的に影響するため一部の選挙管理委員会における投票所入場券の発送遅延の影響等について一概に申し上げることは難しいわけですが投票所入場券を持参しなくても身分証明書の提示や氏名、住所等の確認などの本人確認を行うことにより投票ができ各市区町村の選挙管理委員会においてもその旨の周知を行っているものと承知をしておりますまた各選挙管理委員会におきましては人の往来が多く利便性の高い商業施設等への期日前投票所の設置移動期日前投票所や移動支援などの工夫のほか期日前投票の積極的利用の呼びかけ等に取り組んでいるものと承知をしております講談のお尋ねですが、衆議院議員総選挙については総理は国民に信を問いその信任を得て新政権の掲げる政策に力強い後押しをお願いしたいとそういう旨述べられていると承知をしております選挙は国民が主権者として政治に参加する最も重要かつ基本的な機会でありまして総選挙によって示される国民の意思は今後の政治の方向性を決めるものであることから有権者の皆様におかれましては積極的に投票に参加されることを期待を申し上げたいと思います